イェルガバは、ラトビアの都市。ゼミガレ地方最大の都市である。首都リガからおよそ41キロメートル南西に位置する。イェルガバは、かつて、クールラント公国の首都であった。1919年まであった、クールラントの中心地であった。日本語では、ヤルガバとの表記も見られる。イェルガバは、リエルペカワウガンの海抜12フィートほどの、 肥沃な平野の上に位置する。川の水位が上がると、平野と時には、町が浸水してしまう。イェルガバは、かつての要塞跡を占めるヤコブ運河に周囲を囲まれている。町には、鉄道中継駅と、重要な穀物、材木の市場がある。また、イェルガバ空軍基地もある。イェルガバというのは、リボニア語のジェルゴブから派生したと信じられてきた。 ドイツ5名ミタウの語源は不明であり、ラトビア語のミット、またはマイネトから来たのではないかと推測されている。そうすると、貿易が行われている場所となる。その他のミタウの語源とされる説明として、ミッテインデアウェという言葉から派生したのではないかというものがある。これはかつては、クワレンディッシュ、A の名で知られていたリエルペガワに言及している。 イエルガバは通常、クールラントの首都時代に、バルトドイツ人貴族らが住んだ邸宅が、広い通りに列をなす姿が挙げられる。クールラント港の古い城は、リエルペ川中の島に建っていたが、18世紀に、当時のクールラント港、エルンスト・ヨハン・ホン・ビロンによって壊された。この宮殿には、最後の一人を除く歴代クールラント港の、サルコファガスが含まれている。後に、 フランス王となる、ルイ18世は、1798年から1800年まで、この宮殿に登入していた。現在、宮殿は、ラトビア農業大学が使用している。その他の見どころとして、バロック様式の西安な教会、破壊された三一体教会の塔、そして修炼な建築物であるビッラ・メデムと、アカデミア・ペトリナである。リボニア人の定住地としてのイエルガバは、 10世紀に、リエルペ川とドリスカ川の間に発展し始めた。騎士団総長コンラート・フォンマンダーに率いられた、リボニア体験騎士団が、13世紀に、川中の天然の島に要塞としての機能を持つ城を建設した。ミタウの城は、南部の要塞として使用され、ドイツ人騎士たちが、1290年から周辺で、暮らすリボニア人と、 セミガリア人を従属させた。町は南部のリトアニア人に対する防御物として重要性を増していった。1345年、リトアニア人はミタウを略奪した。リボニア戦争で騎士団が衰退する結果となり、ミタウは1561年にクールラント公国の町となった。1573年にイエルガバは首都権を授かり、 1578年には、クールラント及びセミガリア公国の首都となった。クールラント公国は1596年に分裂し、イェルガバはセミガリア公、フリードリヒ・ケトラーの居住地となった。1617年にサイドクールラントとセミガリアが合同すると、イェルガバは首都となった。合同公国は、ポーランド・リトアニア共和国の両親となり、 町の名はポーランド5名のミタワとなった。連合の絶え間ないスウェーデンとの戦争のために、ミタワは幾度も包囲戦にあった。戦争にもかかわらず、市は貿易と産業の中心となっていった。クールラントの近隣諸国が強力さを増すにつれ、広告とミタワは、ロシア帝国の勢力圏内に落ちていった。 1711年から1730年のクールラント港は、後、ロシア女帝となったアンナであった。クールラント港、エルンスト・フォンビロンは、イェルガバに文化的状況を拡大させた。彼は、公爵宮殿を建て、市内初の公共図書館を開館させた。1775年、最後のクールラント港。 ペーター・フォン・ビロンはアカデミア・ペトリナ大学を創設した。これは国の知性の拠りどころとなった。ペーターはまた宮廷での演劇上演に尽力した。空から見たイエルガバ市街1789年にフランス革命が勃発するとイエルガバ市民はさらなる権利のため声を上げた。しかしロシア帝国は ポーランド分割の最中である1795年にクールラントの都市を併合した。イェルガバの宮殿は革命から逃れてきたプロバンス博の住居となった。ナポレオン戦争においては、市はプロイセン王国に占領されたとはいえ、広範囲な破壊から逃れた。1868年に鉄道が建設された後、イェルガバはさらに拡大した。 インフラストラクチャーの発展が、田園地帯に住む、ラトビア人の都市への移住を後押しした。彼らは、商人、職人、教師、士官となった。1914年には、イェルガバには4万5千人強の住民がいた。しかし、第一次世界大戦勃発後、イェルガバは相当な被害を受けた。ドイツ帝国軍が、戦時中イェルガバを占領し、 1919年の戦後にはソビエト連邦をドイツ義勇軍ラトビア人自由党支らの戦場となった。ラトビア人勢力が勝利した後、イエルガバは独立を果たしたラトビアの重要な都市となったのである。独ソ不可侵条約の結果、第二次世界大戦中の1940年にイエルガバはラトビア全土と共にソビエト連邦に併合された。 市の人口のほとんどを占めていたドイツ系住民はナチスソビエト人口移動によって西部へ移された。1941年にイエルガバはドイツ国防軍の北方軍集団によって占領され、1944年にソビエト赤軍に解放された。市の歴史地区、工場、鉄道網、そして公共建築物は、 死のほぼ9割を破壊されたほどの戦闘によって徹底的に破壊された。イェルガバはソビエト占領時代に再建された。現在は人気のある観光地となっている。ミタウ。ありがとうございます。